精神18切符ご利用のお客様はこちらにお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日2回目です。はい、では2回目に押させていただきます。お客様、2回目のところに穴が開いてるんですけど、2回目のご利用でお間違いないですか？おー、はい。目が泳いでますよ、お客様。2回目のところにうっすら赤いインクがついてるんですけど、どういうことでしょうか？え、本当ですか？1回目のが滲んじゃったのかな。お客様、穴が開いている意味がわかりますか？え、いや、わかんないです。もしもインクが消されたとしても、ご利用されたのがわかるように駅員はわざと穴を開けてるんですよ。そうなんですね。お客様、青春終わっちゃいますよ。すいません、3回目です。青いね。おお、来た。ちょっとお客様、危ないですので、黄色い線からはみ出ないようにお願いしますね。うるせえな、はみ出してねえだろ。いや、先ほどは夢中になってカメラを覗いていたので気づいてないかもしれませんけど、はみ出してましたよ。いちいちうるせえな。もしホームに落ちてしまったら大変ですので、こちらも安全のためにお伝えしておりますので。ホームになんて落ちねえよ。勝手なこと言ってんじゃねえよ。いえ、過去には落ちてしまい、残念ながら命を落とされた方もいらっしゃいますよ。知らねえよ。お前らがちゃんと見てねえからだろ。お前らがルール守らねえからだろ。え、落ちてからじゃ遅いんだよ。楽しく撮影する分にはいいけどよ、ルールは守れよ。あ、はい。次ルール破ったらもうここ入れねえからな。はい。タケル、置いてくぞ。すぐ行く。ちょっと待って。おい、やばい、4時点まであと5分しかない。走るぞ。あ、やべえ、無理かも。死ぬ。駆け込むぞ。やまなくドアが閉まります。うーわ、ギリギリ間に合わなかった。ちょっと、またあいつらかよ。はい、すいません、もう一度ドア開けます。えっ、あざーす。ありがとうございます。おい、お前らまたギリギリじゃねえかよ。お前、次からあと10秒早く来いよ。頑張ります。ちゃんと家の手伝いしろよ。はい、ドアが閉まります。かっけえ、車掌さん。それな。